アメリカで有名な日本人と言われたら、あなたは誰を思い浮かべますか？世界中には才能を発揮して有名になっている日本人が様々なジャンルで存在しています。スポーツ、音楽、学問、料理、そしてダンスの世界にも世界で活躍している日本人がいるのです。海老名健一さんというダンサーをご存知でしょうか？彼は超有名なアメリカのオーディション番組、アメリカズ・ゴット・タレントで、日本人初にして唯一優勝するという快挙を果たしたダンサーなのです。この出来事がどれほどすごいことなのかを説明するためにも、まずはアメリカズ・ゴット・タレントについて簡単に解説していきましょう。アメリカズ・ゴット・タレントは2006年に始まったアメリカの有名な公開オーディション番組です。翌年2007年にはイギリス版のブリテンズ・ゴット・タレントも制作され、スーザン・ボイルなど数多くのスターを輩出してきました。このゴット・タレントシリーズは世界中でスピンオフが放送されており、2023年には日本版のジャパンズ・ゴット・タレントが ABEMA で放送され、浜田雅俊さんや GACKT さんが審査員として登場しています。アメリカズ・ゴット・タレントは老若男女問わず、歌手、ダンサー、マジシャン、コメディアンなど様々なジャンルのパフォーマーが自分のパフォーマンスで優勝を目指すオーディション発掘番組で、優勝賞金はなんと100万ドル、日本円にして約 1.4 億円という非常に豪華な番組なのです。海老名さんは2013年のアメリカズ・ゴット・タレントシーズン8に出場しました。そしてそこでダンスイッシュパフォーマンス、ダンス風パフォーマンスとして自身のパフォーマンスを披露します。その際に披露した映画マトリックスをモチーフにしたパフォーマンスは、頭を浮かせる動きの技や仰向けに寝た状態から起きる技、マトリックスの銃弾を避ける様子の技などで会場を大いに沸かせました。このパフォーマンスには辛口で知られる番組の審査員も大絶賛の言葉を発し、最後は会場中の観客からスタンディングオベーションを受けるほどの感動を巻き起こしています。そしてこの放送直後、 YouTube に海老名さんの出演動画がアップロードされ、2ヶ月間で1250万再生を超え、日本でも注目を集めました。その後さまざまなパフォーマンスを駆使し、2013年9月17日日本人で初めてアメリカズ・ゴット・タレントで優勝を果たしたのです。そして実は海老名さんの優勝以後もアメリカズ・ゴット・タレントに出場した日本人は多数いますが、優勝した人は出てきていません。つまり海老名さんはアメリカズ・ゴット・タレント日本人唯一の優勝者でもあるのです。これほどまでの快挙を果たした海老名さんですが、一体どんなきっかけでダンスパフォーマンスを始めたのでしょうか？実は海老名さんがダンスを始めたのは20歳の時だったそうです。もともと高校卒業後にダンスとは全く関係のない仕事をしており、当時交際していた女性との結婚を考えていました。しかしその彼女に振られてしまい、失恋のショックでかなり落ち込んでいたそうです。なんとか失恋を乗り越え立ち直った時に、昔からアメリカに憧れていたことを思い出し渡米、1994年に語学留学のつもりでアメリカの大学に通い始めました。大学で新入生歓迎のダンスパーティーがあり、その中で皆が縁を作って一人ずつダンスをする流れになったそうです。当時ダンス未経験だった海老名さんはとっさに自分が知っているステップをやってみたところ、みんなに笑われてしまいました。しかし当時そのことを、自分のダンスがかっこいいから周りが盛り上がってくれたのだと勘違いし、人前でパフォーマンスすることの面白さや気持ちよさに目覚めたといいます。それから独学でヒップホップダンスを学び始めました。ところがダンスを頑張って練習しても周りから飛び抜けた存在になることは難しいと感じ始めます。どうにか周りとの差をつけたいと考えた海老名さんは、ダンスだけでなくマイムやマーシャルアーツなど様々な要素を取り入れてオンリーワンのパフォーマンスを目指しました。その甲斐あって2001年には海老名さんがリーダーを務めるダンスチームビトリップがニューヨークのアポロシアターで行われたアポロ・アマター・ナイトで年間優勝を果たします。さらに2006年から2007年にかけては個人でもアポロ・アマター・ナイトで優勝を果たしたことから、年間優勝を2回経験した唯一の人物となりました。また現在は様々な国を渡ってパフォーマーとして活動する傍ら、リンクエスト株式会社という会社を設立し、アーティストエージェント業、演出、プロデュース業にも力を入れています。今ではエビ県の愛称で
世界中に認知されている有名なダンスパフォーマーとなった海老名さん。コロナ災いの影響もあって一時期は海外公演も止まっていたそうですが、今また様々な公演、テレビ出演などで精力的に活動されています。これからも立ち止まることなく、どんどん精力的に活動してほしいものですね。今後の海老名さんの活動にも注目です。最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえましたら、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。